君の気持ちはわかる。私も黒人の命令には従わない。あんた誤解してるぜ。なんだと？肌の色なんてどうでもいい。イギリス人だからムカつくんだよ。俺たちは王室の便所に流されたクソだ。ああ、なるほど。だが同盟国同士だろう。まあ主従関係のようなもんさ。イギリス人にやらされてただけだよ。俺たちは使い捨てだからな。反抗的で、ズーズーしい。牢屋にも慣れている。それがルーカスだ。 SOE は思いがけない場所で才能を見出すのが得意だったようだ。ルーカスには才能があった。爆発物の扱いに長けるだけでなく、性格も爆弾そのもの、加えて毒舌だ。砂漠の中ではトブルクのネズミたちは家族のようなものだった。残念ながら上層部との付き合い方を理解していなかったが、いかがですか、プリンセス。いい手なんだ、邪魔するな。おっと失礼、ごめん、遊ばせ陛下。おいブルーイ、起きろ、見逃す手はないぞ。おい嘘だろ、もったいつけるなよ。よしデズ、思い知ったか。おいおい、マジかよ、ありえないだろ。ネズミども、なぜ持ち場を離れている。サボっていたんだろう。少佐、車両隊が来ます。よし、貴様らは私と来い。一度くらい兵士らしく振る舞ってみろ。イエスノサ。ほらな、本物の兵士っぽいだろ。なあブルーイ、もっとガツンと言えよ。ダメなやつ。ほっとけよデズ。アムスは何をする気なんだな。あいつは少佐だ、やってることは何でもできる。さあ今回のマップがトブルク、北アフリカのあたりかな。で、確かこれも映画だったはず。トブルク戦線。だいぶ昔の映画かな。よかったね、俺に逆転されなくて。お前が俺に勝てることなんかないだろ。何？バカも休み休み。ここもいいね。ほら、夜の荒野。んで、待ち伏せね。爆薬の準備は？ルーカスと俺で仕掛けた。ました。位置につけ。しっかり集中しておけ。奴らが見えた。声を落とすんだ。おい、先頭にいるのは。声を落とせと言ったの。あ、待て。私がやる。ご苦労。さあ。目印はあの岩です。分かっている。あれは戦車だ。ドイツ軍に戦車がないと。でもあの爆薬の量じゃ戦車には効かないんだ。なんてことだ。機体を狙えばきっと止められます。集中させてくれ。さあ待ってください、早すぎる。ダメだ、待って。お前が邪魔するからだ。バナ、何でもいいね。地雷を踏んだと思ってる。どうすんのこれ。だいぶポンコツじゃない。待て、グレネードを投げ込む。そこに遠投でこうか。あ、大成功だな。かかれ。さらに、いや、このチームね、不安しかない。皆さんもだと思う。不安しかないわな。この先どうなる。そこに一人。これね、当てにくいわこれ。ちょい距離詰めるか。マジで当てにくい。これはよし、ガモン手榴弾ほい。着弾でぶっ飛ぶやつ。
これね。行くぞ。出てこい。トラック、これもこうだ。よし、こうだ。ありったけぶち込む。こいつなんで来てんの。よし、お奥ね。この辺かな。いや、普通に撃とう。敵の排除、燃料トラックに気をつけろ。火だるまにしてやろうぜ。さて、やったかな。これで、あ、これね。燃料。よし。はい、手を貸せ。別のトラックだ。タイヤを撃ったんだ。遠くには行けない。簡単な奇襲だったはずなのに物資の半分が燃えてしまったぞ。さあ、崖の下にトラックがあります。ジェイコブス、ネズミどもに追わせろ。さあ行くぞ。ネズミらしく地面を嗅ぎ回る。いや、この上官これクズすぎない？ぜひとも死んでいただきたい。彼にはひでえな。あいつ本気か。一晩中かかっちまう。行くぞ上等兵。遠くには行けないと言ったろ。気をつけろ、一人生きてる。楽にしてよ。おやすみ。逃げたろ。なら探せばいい。お前じゃ持て余すだろうな。大は小を兼ねるだ。結婚だ。あと追え。さすがだな、ジェイコブス。階級をわきまえろよ。俺はデズ。そっちはルーカスだ。俺たちの間で階級なんて関係ないぞ。お前のことは聞いてるぞ。俺たちは事情通のネズミなんだから。これね、結婚で、この人はリーサル。この切り替えが可能ね。これは特殊能力。やつは誰に叫んでる。こっちだ。いや、行くの。これ基地があったんだ。ここに全焼基地。かがんでろ、見つかるなよ。どう行くの。どう行くのこれ。グレネードでこれどうなんだよ。そこに、ちょ待ってね。いや、これグレネード無理だろマジで。今のやったところでって話じゃない。あそこのあれね、これね。よし、リロード。これ割れるか。待って、敵だわ。よし、
そう、残り一発。あの上官な、できれば一人でも多い方がいい今ね。で横取って、あこれまずいやつだ、吹っ飛ぶやつだ。ターレット、よし、うおー、乱暴だ。はい、乱暴ですよ。待って、え、弾、なんで弾は、あれ、オーバーヒートね。さて、やったか。戦争にはこうやって勝つんだ。よし、と投げナイフ、ここをダッシュする。マップがあるよ。何か見つけた。ドイツ語読めるか。ああ、それ意外だ。ロンメルの将校の一人がキャンプに向かう途中にここを通った。どんなキャンプかまではわからないがな。なら見に行こうぜ。奴らはフレアを上げた。増援が来るぞ。いや、戻って少佐に報告すべきだ。内容がわからなきゃ報告もできない。それじゃいい兵士とは言えないんじゃないか。わかった。調べてみよう。今度は静かにやるからな。これかな。あ、いいね。弾がすっごいいっぱい入ってる。スナイパーがね、4発。たったの4発。どっかないか。ちょっと、クレート、これは、なんでもない。いや、待って。行くんで待って。これショットガン。ないね。行こう。ちょ、パッチ。この道に？待って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 。戦車、見つかるぞ。はい、廃墟の中へ行け行け。フレアを見られたと言ったろ。道を外れようぜ。砂漠を突っ切るぞ。あれね、あの明るさ、隠れろ早く。うわ、こっち、これ3人だけよ。だって交戦するなよ。交戦しない。何、交戦せずにそこまで行くの、マジか。正気かこれ。となったら、うわ、まずい。そこもこれできんな。え、これ無理だろう。どうする。ちょこまか動くな。こっちかな。いや、ただここもな。ねえ、これ交戦するのは無理ですよ。ただ努力はする。どういく、押すんじゃない、押すんじゃない。はい、ちょっと待つか。そこね、この二人な、やろうと思えばやれるんだけど、どうする。やり過ごす。いや、これきついよ。そこ二人、そこ一人、こう言っても、これ限界なんだろう。よし。これならば、バレてない。正面。そこら辺ね。こっちかな。まずい。
あの量。ただこっちもいるわ、二人。うわー、こんななんかあぐらかいて座ってバレてるだろバレてるよね、これバレてますよね絶対に笑ってはいけないコールオブデューティーだ。いいの言っちゃうよ盲目かな何これ。いや、これに関しては何これとしか言えないわ。あ、で、また戦車。こんなかね。さあ、ドワー、どう行く、どう行く。そこ一人？一人だったらば、こうだ。よし。そう、追加きた。これやっとく。どうかな、他は。おびっくりした、びっくりした。味方か。よしで、ちょっと待ってね。何らかのトロフィー、これね。飛ぶ力のネズミで仲間を導いて気づかれずに砂漠を進む。割と簡単かな。さて、近いね。これね、今回このダッシュの設定かな、これ変えてあります。あ、まずい、そんなこと言ってたら。あ、まずい、まずい。これさ、バレましたよね、ですよね。あー、くそ、もうダッシュの説明してた。これすいません、これ許して。一旦パーッと行って、そっ、他にどの道があるったんだ。この岩の質感、これすごいね。作りやすく終わるんだけど、 CG で。あいつがくすねるのは簡単だ。かなりの稽古だしな。あのクズのフラスコを手に入れた暁にはお前らにも分けてやる。止まれ、前方に明かりが。ドイツ軍のキャンプだろう。で、さらにステレス、多分これかな。フェニックス、俺たちを探しに行ったんだろう。これを見ろ、左の男はロンメルだな。どこのお偉いさんだ。早くしろよ、俺たちは情報を集めてる。明らかにお前には欠けているものさ。笑わせんな、書類もいいが、俺が何を見つけたと思う。外に可燃性のものが大量にある。どう料理してやろうか、うん、吹っ飛ばしてやろうぜこいつは狙い放題だと、爆薬ね。よし、で、フェニックスではない。爆弾置いてこい。マジか。何？そこと、そこと、そこ？どういっかね。一旦近場かな？ここ行く？こいつね、まず。あ、何？あれ、一発は死なんのか、あいつ。ペチってやって。はい。手榴弾。これはまあしゃあない。よ
し。さて、一つ目。この奥。いますよね、やっぱりね。反射。うまいな、逃げたな。よし。ここの何？どこら辺？ちょっと待ってな。これでいいや。まずい、あぶねえ、今の。食らっていたら死んでいた。あぶねえ。さらに奥。何？さらに奥。で、爆薬で、R1。これすげえな、これ。全部ぶっ飛ぶぞ。10秒。もう出たらこれよ。ちょっと。これ全部ステルスってのもあるのかもね、実績で。そんな感じはすごいする。そこね、そこいつね。あとこっちね。あのアシストで勝手にブレた。これをやっていきたい、できれば。よし、でリロッター、おかわり来た。これ無限かな、ちょっと押し込むか。次近場ね。うわ、あそこのバンカーな、超行きたくね。これよ、俺が中から爆破する。マジか、また一人。左、これはここね。さて、バンクはない。右は大丈夫。さて、ここね。これでもってポイだ。10秒。もたつくと終わりです。はい、距離を取れ。よし、ラスト。こんな無茶苦茶な作戦が本当にあったんか。歴史上最も無茶苦茶な作戦ってなんだろうね。あんまりパッと思いつかないんだけど、手の人に聞いてみようかな。んで、これでもってそこに投げる。はい、待ってね、ここにいるんだ。肉、よし。これかな。あと何、これもね。どうだ、いいんじゃない。いや、3両。逃げろ、大事だ。おっ、これね。あらよ、2つプレゼントだ。さて、どうかな。 OK ね。カクッと下向いたな。カタッとなった。これどうすんだよ。待て、聞こえるか。なんだ。足を止めるな。よし、任せろ。何、撃ち落とせ。タレットはどっかにあるはず。
スツンか。今のうちに撃て。こっちを探している間がチャンスだ。これね、ほら、タレットの、ね、うわ、ちょうど出てた。このちょい前を偏差で打って突っ込んでくるときにこうだな。当たったぞ。うわ、まだ落ちてこない。もうちょい。さあ、ドイツ兵が道路から来る。カバーが壊れた。なんですと。これ意外と敵死なんのよこれ。待て、撃てねえ。クソ。オーバーヒート。通貨が戻ってきた。はい。気をつけろ。どこだ。どっち。どっち。またそっち行く。左？こっちか。これやっぱ当たらんな。この最中はマジで当たらん。突っ込んでくるときぐらいだね、チャンスは。もう一発。何？また来る。このイベント結構長いね。いや、もうオーバーヒートこれ。早すぎるんだよな。あ、で、ほら。飛行機だよ。よし。今の行ったろ、なんかボフンってなったぞ。前に立つなよ、お前。また来た。あ、これ使えたね。あのクソったれを撃ち落とせ。ここだ。よし。もどかしかった。イタリア領リビアの海岸では、オーストラリア人上等兵とネズミたちのグループがロンメルに大きな打撃を与えた。連中の行動は勲章ものであり、敬意を払われるべきだったんだ。だがハムスはそのように考えなかった。報酬として彼らを映像に入れてしまった。一方リヒターはロンメルとフライジンガーとの関係ばかり気にしていた。可能な限りルーカスの話を聞きたかったんだ。トンネルは聞き取れたが、何事だよ。もう時間がないんだ。教えろ、フライジンガーとロンメルのこと。俺たちのことを聞きたいのかと思ってた。答えないのなら取引は中止だ。わかったわかった。そう形式ばむなよな。ルーカスは見事に話を持ってみせた。リヒターはナチスに嘘を吹き込まれていたので、それに便乗するだけでよかったんだ。第三帝国の罠さ。奴らの現実はまやかしだった。ルーカスがこれを成し遂げるには奇跡が必要だと思うだろう。しかしあいつはそういう幸運を引き寄せる。雷は二度落ちないという言葉があるが、まずトブルク、
その後はエルアラメインでルーカスは進化を発揮した。北アフリカでの連合軍の勝利はイギリスの司令官たちや強力な戦車のおかげではなかった。ルーカスには知られざる物語があり、リヒターはそれを信じ込んでいたんだ。